引き続きね、素晴らしいニュースをお伝えしたいと思いますが、新潟3区でね、同じく立憲民主党の黒岩隆弘が完全落選したということで、小選挙区のみならず、比例復活もならずということでね、完全落選ということで、これもね、嬉しいニュースということで、ね、日本の素晴らしいね、すがすがしい朝にお伝えできることをお喜び申し上げます。この方はね、旧米デマの張本人ということで、桜の会の野党合同ヒアリングにおいて、写真を見ただけでね、寿司屋、旧米の寿司が出たというね、このね、目でね、勝手にですね、旧米の寿司でもない寿司をですね、旧米だとね、言ってのけた旧米デマの張本人ということでね、有名。これについてね、黒岩自身はまだ謝罪をしていなかったということもね、非常に問題になっているということになります。またね、北朝鮮と関係がある市民の会との関係も、これ黒岩に関してはですね、取り沙汰されております。このね、チャンネルではね、この新潟3区民にですね、こういったね、黒岩の問題っていうのをね、指摘するっていう動画をね、お伝えし続けておりましたけどもね、こういったですね、材料っていうのがね、こういった活動、地道なね、黒岩の問題点を指摘し続けるっていうね、活動がですね、いろんな人のね、努力も含めてですね、新潟3区民のね、正しいジャッジに、つながったのだと、私は信じておりますし、このね、自民党前職のね、この方は、前回ね、残念ながら小選挙区でね、落選してしまいましたけれども、しっかりとね、今回は、前回は比例で復活されましたけども、今回ね、しっかり総選挙区でね、勝ち抜いていただいたということでね、ありがたいと思います。ちょっとロバートの秋山さんに似てるような気がしますけれども、非常に良かったなと思います。今回はね、こういうふうにね、勝ちましたけれども、前回ですね、黒岩に対して50票差で負けるというね、まあ、非常な大接戦をね、演じましたが、今回ですね、黒岩は、北陸のね、11のね、比例、これのね、枠もね、一歩及ばずということでね、完全敗北という形になっておりました。これがね、比例の立民の名簿になっておりますけれどもですね、補欠のブロックでですね、この黒岩が、ね、残念ながら、一歩及ばず、まあ、残念ながらというかね、まあ、我々にとっては当然、受かってはならないような人間ではあったんですけれども、まあ、こういった形で、落選ということでね、非常にいい判断を新潟3区民の皆様にはしていただけたと、前回のね、反省、あるいはね、こういったね、黒岩のね、官僚ね、恫喝するようなね、態度っていうのもね、これもたびたび指摘されてきましたしね、小西とかね、杉尾、そして黒岩といったね、メンバーがですね、非常にですね、問題になっていたと。いうこともですね、新潟3区民の有権者にね、幅広く伝わったということでね、正しい判断をしていただけたのではないかと思っております。今回の選挙ではね、新潟3区民の皆様が素晴らしい判断をされたと。しかしながらですね、新潟5区のね、面々、連中っていうのはですね、まあ、ハッピー米山隆一というですね、非常に問題のある議員をね、衆議院議員、小選挙区からですね、誕生させてしまったということでね、当チャンネルとしては、今後はですね、米山の問題点を厳しく追求していく。次のターゲット、新潟の次のね、問題。まあ、今回ね、当選した連中の、なんか立憲民主の連中の中ですね、群を抜いてですね、全国的に非常に問題のある議員の中としてもですね、まあ、米山がずば抜けているということがありますので、まあ、今後はですね、米山のね、問題点というのをですね、厳しく指摘をしてね、今回ね、とんでもない判断、誤った判断をしてしまった新潟5区民に、しっかりと
メッセージを届けていただくという活動ですね、地道に続けてまいりたいと、こういうふうに決意をですね、新たにしたわけであります。